やってみて思ったのはですね、男性4人のアンサンブルがこんなに綺麗な響きになるんだなっていうのを、改めて感じました。それまではどちらかというとソロの活動の方が多かったので、こういう4人で歌うとかいうことがあまりなかったんですけれども、4人でやってみて美しさを知って、どんどん楽しみが増えています。そうですね、もう藤原歌劇団っていう、僕らクアトラリアの所属してる団体がすでにその新百合ヶ丘っていうところを拠点にしてることもあって、やっぱりそのホームタウンだなっていう気持ちはすごく強いですね。例えばプロモーションで街頭に立ってても、アクアトラリアの人って言って握手してくださいとかって来てくれる方がいらっしゃったり、先日もバルコンサートに4人のゲストで歌いに行かさせてもらったんですけど、その時もアコールでもう行きゃ行くいいですかって言うと、本当に皆さんすっごい嬉しそうにわーって拍手してくださって、その最初の年に激動だったっていう部分があるんですけれども、それをお客さんが受け止めてくださって、なんて言うんでしょうね、歓迎してくれてるっていうのをすごく感じる街だなと思います。リーダーも言ってましたけれども、本当に自分たちがここの新百合ヶ丘から外へ活動に行って、そして成果を上げてこの街の人たちにそれを報告に帰ってくる、そんな街だと思っています。はい、昨年の6月ですね、無我夢中でやって本当に何も覚えてないんですけども、とてもプレッシャーがかかってたなっていう、この体の中の気持ちが覚えてます、それは。だけど、舞台人ですので、そのプレッシャーとか緊張感が好きでやってはおります。まず第1部ではピアニストに辻菊江さんをお迎えしまして、日本の歌の素晴らしさを情緒豊かにお送りしたいと思っています。そして第2部では、女性アーティストの歌謡曲 J-POP を男性のハーモニーでお送りします。こちらのステージにはですね、演出効果に加えてシンセサイザーに松本正明さんをお迎えしまして、この幅広く充実した音楽をお届けしたいと思っています。今までの曲はさらに変わったり、そして新しい曲もたくさんご用意して皆さんに楽しんでいただけるコンサートにしようと思っています。会場でお待ちしてます。